こんにちは、ちおちゃんのお時間です。ブチハイエナは頭が良く社会性のある動物です。アフリカのある地域では人間から直接餌を与えられている集団もあります。それではなぜこの動物は家畜化されることがなかったのでしょうか。そこで今回はハイエナが家畜化されなかった理由について説明したいと思います。ちおちゃんでは世界中の興味深いことについて解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。その前に家畜の定義ですが、家畜とは単なる飼いならしとは違い、人間の選択交配によって品種改良された動物のことを言います。そのため野生種とは遺伝的に異なっています。詳しくは前回の動画、イルカが家畜化されなかった理由がこちらをご覧ください。ブチハイエナはネコ目、ハイエナ科、ブチハイエナ属に分類される食肉類です。犬に似た姿をしていますが、ジャコウネコ科の近縁になります。彼らはアフリカ大陸に生息し、体長は大きいもので165センチ、体重は86キログラムに達し、ハイエナ科では最大となります。頑丈な歯を持ち、アギとの力が強いことも相まって、獲物の骨を噛み砕くことができます。ハイエナというと腐肉を漁り、他の動物の獲物を横取りするイメージが強いですが、ブチハイエナは足が速く体力のある優秀なハンターで、その食べ物の6割以上は自分たちで捕らえた獲物です。さらにブチハイエナは他のハイエナと違い、高い社会性を備えており、群れで行動します。そして頭がいいため個体を飼いならすことも可能です。エチオピアではハイエナマンと呼ばれるハイエナを飼いならす人たちがいます。エチオピア東部、エチオピア高原の東の丘の上にハラールという都市があります。シュボルと呼ばれる城壁に囲まれたこの町並みは歴史的城塞都市、ハラールジュゴルの名で2006年にユネスコの世界遺産に登録されています。残されている文献によると、ブチハイエナはこの都市に少なくとも500年間生息しており、そこで生ゴミを食べることによって町の衛生を保ってきました。ハイエナは腐肉食のため大抵の生ゴミを食べ、町を清潔に保ち、疫病の発生を防いでくれていたのです。地元の民間伝承によると、ハラールでのハイエナの餌やりは、飢えたハイエナが家畜や人間を攻撃し始めた19世紀の飢饉の間に始まったとされています。ある物語では、心の純粋な男がお粥を与えることでハイエナをなだめる夢を見たと言われています。そしてこの男が夢の通りにお粥を与えてみると、うまくいったそうです。また他の物語では、あるイスラム教徒の聖人が啓示を行ったのが始まりだとされています。しかし実際には1960年代まではハイエナに積極的に餌を与える習慣はなかったと考えられています。ハラールでは時折ハイエナの群れに住民や家畜が襲われるという問題が起こっていました。そこである農家がハイエナに餌を与え、飼いならし始めたのです。その後彼の子孫はこの習慣を続け、現在まで引き継がれることとなりました。現在でもハイエナは毎晩ハラールに訪れています。ですがハイエナマンのおかげで住民がそれに怯えることはなくなりました。最初の農家がハイエナに餌付けをし始めてから60年というもの、ハイエナに襲われた人は一人もいないと言われています。ハイエナマンはハイエナたちに名前を付け呼び出すことができます。また観光客からもらった肉を手からだけでなく口からも与えることができます。このようにハイエナは頭が良く社会性があり、人になれる動物です。また犬の家畜化は、人間が捨てた残飯を食べるために住居の近くに狼が住み出したのが始まりだと言われています。これらのことからハイエナが家畜化されていてもおかしくないように思えます。しかし実際にハイエナは家畜化されることはありませんでした。その理由はハイエナの群れの構成にあります。家畜化はその動物の社会を世代を通して人間の社会に取り込むことを意味します。狼の社会の構造は夫婦のペアからなります。オスの狼は大人になると自分の生まれ育った家族を出ます。そしてメスと出会い、夫婦となって子供を産み、一緒に子育てをするのです。子供たちは十分独立して生活するだけの能力を身につけるまでは親の元にとどまり、自分より若い子供を育てる手伝いをします。また
狼の群れは血縁関係のないものを受け入れることもできます。このような性質が人間を受け入れることを可能にしたのです。しかしハイエナの社会の構造は狼とは全く違います。ハイエナの中でも最も高度な社会を作るブチハイエナの群れは母系でつながった血縁集団からなります。ハイエナはオスよりもメスの方が大型になり力を持っています。このメス中心の群れに血縁のないよその群れで生まれたオスがメスたちより低い地位で加わります。そしてメスたちの交尾相手となるのです。また群れのメスの中でも最も優位なものがリーダーとなり多くの子供を産みます。その個体が亡くなると自身の最も若い娘が群れのリーダーの地位を継ぐのです。このようにハイエナの群れには人の社会を受け入れる隙間は一つもありません。その他の理由として家畜動物にとって重要である繁殖率が極めて低いことが挙げられます。ハイエナのメスの生殖器はオスの陰茎のようになっており、これは義陰茎と呼ばれています。そしてこの義陰茎は賛同も兼ねているのです。このような細く長い特殊な賛同を持っているため初産の子の 60% が死産となります。母親にとっても危険で5頭に1頭が初産の傷が原因で死んでしまうほどです。このような義陰茎を持つようになったのは先ほど説明したブチハイエナのメス優位の社会にあります。ブチハイエナの社会では群れを守るのもメスの仕事です。そのため攻撃的な個体の方が有利となります。この攻撃性を作るために大量の男性ホルモンが必要で、その結果メスの生殖器の外見もオスのようになったというわけです。最後に単純に人間に人気がなかったという理由が挙げられます。アフリカの神話では一般にブチハイエナは野蛮で危険な動物と考えられています。西アフリカ、特にイスラム教の影響の強い地域ではブチハイエナは不道徳の象徴として描かれ、イスラム教を冒涜する動物です。中東では裏切りや愚かさの象徴で、タンザニアでは魔女の乗り物とされています。他の地域では墓荒らし、魔女の馬などのイメージで語られるところもあり、狼男のように人間になりすますハイエナの伝承もあります。さらに毛皮が美しくないため狩猟の獲物としても人気がありません。また現代の社会でもブチハイエナはその印象や外見などから動物園では不人気であり、結果として飼育している動物園は少なく、展示している動物園でも高価な設備は犬科の動物に優先して与えられ、ブチハイエナは比較的劣悪な環境下で育てられることが少なくありません。なんだかかわいそうになってきたので今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。